はようございます。まっちゃんねるのまっちゃんです。今日の作業は、縄代の準備をします。この田んぼで、縄代をしますが、あぜ波で、仕切りまして、その中を水を入れて白かきをして、平らに仕上げます。そしてそれを乾いた後、4月の下旬になりますが、播種作業、要は苗箱にもみ種をまいて、この田んぼへ、設置します。今日の作業はあぜ波で仕切って、水を入れて、この田んぼをレベルに仕上げたいと思います。それではちょっとまだ寒いですが、あぜ波を入れる用意をします。この片灰土器、これで、溝を掘って、そしてその後あぜ波を立てて、土を戻してトラクターのタイヤで踏んで固めます。一応これであぜ波入れるところと、あと排水部分の仮排水するためにこれで溝を掘ります。